丸を進むは、日本の医学者、医師。東京帝国大学医科大学での勤務を経て、日本医学校講師、東京女医学校教授、また名官眼科医院院長、静岡県医師会会長などを歴任した、浜松県出身の医学者、及び眼科医である。日本の近代眼科の父と称される、川本重次郎の訓導を受け、東京帝国大学の医科大学を経て、 日本医学校や東京上医学校で教鞭をとった。後に、また名鑑眼科医院の委員長に就任し、静岡県を中心に、文院や出張所を幅広く展開した。1875年8月12日、浜松県城東軍池新田村にて生まれた。丸岡は医業を家業としており、祖父である丸尾領域は腕のいい眼科医として知られていた。 父の丸尾郷道も眼科医であり、漢方医学に加えて西洋医学を習得し、後に日本で初めてとなる近代的な眼科病院を設立したことで著名となった。こうした家庭環境からやがて父と同じく医学の道を志すようになり、上京して東京帝国大学に進学し、文化大学の一つである医科大学にて学んだ。1902年、 東京帝国大学を卒業した。日本博覧図、静岡県に掲載された静岡県城東軍池、新田村のまた名館眼科医院の全景大学卒業後は、そのまま母校である東京帝国大学の医科大学にて眼科に入局した。日本の近代眼科の父と称される河本重次郎より訓導を受けた。1903年、 東京医学専門学校再生学者が突然、廃校を宣言したため、再生学者で学んでいた学生が、路頭に迷うことになった。この学生らを救済しようと、再生学者同窓医学講習会において、桂柊馬や川上元次郎らを中心に、医学研究会が発足し、学生らに講義を行うことになった。この動きに賛同した、マルオラ5名も援助することになった。 この動きはやがて、1904年の山根正倉による日本医学校の設立につながった。丸尾も日本医学校で講師を務めることになり、参加学などを講じた。その後、自身の故郷にほど近い東東海国城東軍峰向き、村出身の吉岡弥生が設立した東京女医学校に転じることになり、1905年より眼科で教授を務めた。 1906年、静岡県に帰郷した。丸尾家の家督は、進むの姉の夫である、丸尾霊作が、すでに継承していた。そのため、父である、丸尾郷道が長年率いてきたまた名官、眼海委員の静岡出張所を本院に昇格させると、共に、その院長に就任した。1909年には、より優れた医学を学ぶため、ドイツ帝国に留学した。 翌々年に日本に帰国し、再びまた名館眼海委員の業務に精力的に従事し、静岡県を中心に分院や出張所を幅広く展開した。1919年には静岡県医師会の会長に就任するなど、住民の健康水準の向上や地域量の発展のために尽力した。ところが、急性人炎を患い、1921年9月8日に、 若くして死去した。日本博覧図、静岡県に掲載された成果である丸尾亭の前景、また名館丸尾家は医師を多数排出した家柄である。もともと丸尾家は、東東海国城東軍池に行った村で農業を営んでいたが、当主の丸尾氷三郎の長男は農業に関心を持っていなかった。そのため、平三郎の長男は、自ら弟に家督を譲って、 家業を任せると、自身は医療に携わるようになった。この平三郎の長男が、以下としての丸尾家の初代となる。その平三郎の長男には、着手がなかったため、静岡浅間神社の神官の三男と自身の名とを、結婚させた上で、養子師とした。養子師となったことにより二代目となった丸尾領域は、名医として知られるようになり、横須賀藩の藩主から、 また名官との野護を与えられた。なお、両益は、医師として、両益と合するようになったため、後に、また名官丸家の当主は代々、両益と合するようになった。両益の次男として生まれた、丸尾郷道は、若くして、兄が亡くなったため、兄に代わり師となった。郷道は、日本初の近代的な眼科病院である、上等病院を創設し、後に、 また名艦眼科医院に改祖すると、文院や出張所を各地に展開した。この共同の長男が、丸尾進である。なお、また名艦丸尾家の家督については、進の姉の夫である、丸尾礼作が養子士として継いでいる。その他、帝京大学名誉教授となった、眼科医の丸尾敏夫など、経類から多くの医師を輩出している。ありがとうございます。